田信長のことを AI に聞いてみた。信長は何をした人ですか？戦国時代に活躍した軍人、政治家です。1534年生まれで、応仁の乱を最後に1582年に死去しました。応仁の乱？はい、信長は豊臣家の主であり、徳川家康と共に江戸幕府を建立しました。なるほど、桶狭間の戦いに勝てたのはなぜですか？足軽の戦術が優れていたためです。手に槍を持ち、鎧をつけずに作戦を行いました。そのため、移動が軽く、敵を突き抜けることができるとされています。また、敵を混乱させるために、槍を抜いた武器を投げたり、騒々しい攻撃を仕掛けたりする戦術を使用しました。よくわかりました。信長の最後を教えてください。尾張国で城下町を視察していました。その際、馬を乗り換える場所で倒れました。その後、病気を起こし、数日後に死亡しました。馬を乗り換える際に転んで頭を打ったことが原因であるとされています。それが本能寺の変ですか？おそらく本能寺の変というのは、信長が死んだことを指すのではないでしょうか。豊臣秀吉について聞いてみた。豊臣秀吉は何をした人ですか？豊臣秀吉は日本初の本格的な軍事独裁者と言われており、徳川家康と共に日本の戦国時代を終わらせ、幕末の江戸時代を築いたとされています。豊臣秀吉が織田信長の草履を温めたのは本当でしょうか？それは日本の歴史上の伝説とされている話です。織田信長の草履を温めたという伝説は、草履打ちと呼ばれる話に由来します。この伝説では、信長が秀吉を訪ねた時、信長の草履を自分の膝にケツに引いて温めるという優しい行為をしたとされています。豊臣秀吉の最後はどうなりましたか？1598年6月20日に、自分が病気であることを知り、即座に写経をすることを指示しました。その夜、南道寺の天台で写経をしている最中に気を失い、死亡したとされています。徳川家康について聞いてみた。家康は何をした人ですか？日本の武将で、江戸幕府を葬り上げ、再武し、初代将軍となった人物です。彼は幕府を強大な政治力を持つ国家に拡大させ、日本を統一しようとしました。当時の勢力拡大を狙っていた藩を打ち倒し、多くの地方を征服しました。また、幕府を発展させるために、内政を改革し治安を維持するために、私闘という制度を導入しました。さらに、外交を強化するために、西洋諸国との交流を促進します。日本を世界に開放した国家にすることを目指しました。家康の最後を教えてください。いくつかの説があります。病死であったという説、また別の説によると、自分の息子である吉信が後継者として不適格だと感じていたため、吉信を否定して別の息子である慶安を後継者にすることを決め、そのために自殺したとされています。あれ、聞きにくいけど聞いていいですか？小さな声で聞くんで。うんこは漏らしたんですか？ご質問のような情報は私にはありません。